大アンテナ、ヨザダケブントン基地の JFPS-5 レーダーレーダーサイトとは、軍事用レーダーの地上固定局で、監視情報を他の関連部署と共有し、軍事目的に利用するための施設である。レーダーを、風雪などの自然環境や、敵の攻撃から保護するための装備や施設も備える。軍事用、レーダーサイトは、下記の設備を併設し、 電子線情報の収集をも任務とする場合がある。軍事用レーダー運用拠点としては、固定的に運用する本、レーダーサイトのほか航空機に搭載して運用する早期、警戒管制機と早期警戒機、及び艦船に搭載して運用する、レーダーピケット艦やイージス艦、車両に搭載されて設置場所を変更可能な移動式レーダーがある。 軍事目的のレーダーサイトは、どの国においても、防衛のようとなる重要施設で、3次元レーダーを使用しての対空監視を任務としている。組織的な戦闘が可能なサイトは、地上の防空部隊や航空部隊と連携して、防空戦力の支援と、その運用を効率よく行えるように組織されている。また多くのレーダーサイトでは、 無線防受などの情報収集任務も行われている。航空作戦では相手の防空能力を低下させることが作戦の成果に大きく影響する。そのため防空の一翼を担うレーダーサイトはジャミングのような妨害や直接的な攻撃の対象になる。現代の空軍ではレーダー波を逆探知して自らレーダーサイトに着弾する対レーダーミサイルや 誘導爆弾を運用していることが多い。湾岸戦争開戦後、即座に多国籍軍により、イラクのレーダーサイトの指揮所が撃破され、ついでサイトが攻撃されたことからも、レーダーサイトの現代戦における、前線基地の役割、その重要性が伺える。固定型で、大型のレーダーサイトは、出力が大きく探知能力も高いが、移動できず攻撃に対して脆弱である。 また設置場所については、地平線の見通し線の関係から、高所や沿岸への設置が望まれる。このほかレーダー付域の空白を埋めるために会場に人工プラットフォームを設置し、そこに据えられるケースもある。日本では、航空自衛隊が領空侵犯を防止するために、全国各地にレーダーサイトを配置し、24時間体制で防空の任務を行っている。 これらのレーダーサイトは自動警戒管制組織に組み込まれている。レーダーサイトで抽出したレーダーデータは全国4つの担任防衛区域ごとにある各防空指令所に集められ探知発見された功績について被害投資別が行われるとともに必要に応じて溶撃機の管制を実施する。ひとたび領空侵犯の疑いのある飛行物体が 防空識別圏に接近すると、千歳、三沢、百里、小松、追記ニュータバル、那覇の航空自衛隊基地に配備される、航空団からアラート任務についている溶撃機が発信できる、体制が取られている。出撃することを俗に、スクランブルという。また、進行する、航空機や弾道ミサイルなどの撃墜任務を持つ。 参加の高射体のレーダー情報などともレーダー網が共有されている。現在は地上レーダーと偵察衛星、早期警戒管制機イージス艦、哨戒機のレーダー情報を一括して統合運用する軍事における革命が進行中である。適正国家は相手国のレーダーサイトの警戒監視能力を探るために偵察衛星、電子偵察機、 情報収集官、ヒューミントなど、あらゆる手段を駆使して、平時から情報戦を行っている。近代的な国家間が軍事衝突に陥る場合、第一撃は必ず、レーダーサイトに対する攻撃から始まる。レーダーサイトは、現代戦の要であり、同時に脆弱性も包含する、軍事施設である。航空自衛隊のレーダーアサイト配置。 数字は警戒隊航空自衛隊のサイト用人員、輸送車選手防衛を国是とする日本においては、いかにして、奇襲に対処できるかが重要な命題であり、そのためにレーダーサイトの必要性が高まっている。航空自衛隊のレーダーサイトは、以下の通りである。レーダーサイトは、山頂または、海岸沿いといった壁地に設置されることが多く、 航空級難弾飛行軍ヘリコプター空輸隊が、三沢、イルマ、カスガ、那覇に配備されており、CH-47JO 型輸送ヘリコプターが、特に離島等のレーダーサイトへの物資補給などを行っているが、近年の交通網等の発達により、レーダーサイトも都市部へのアクセスは容易となっている。隊員を輸送するため民生品のマイクロバスなどを、 サイト用人員輸送車として配備している。幹部の兵器管制官と空想、空使の警戒管制員が配置されているが、主に溶撃戦闘機との交信は、無線機等を遠隔操作し、DC と呼ばれる防空指令所で行われている。日本のレーダーサイトには、警戒監視を行う監視招待、レーダー、通信機器の整備、管理を行う通信電子招待や、 基地の施設管理や水事、警備を行う、業務招待等が編成されており、常に配置についている。重要影響自体が突発的に発生した場合に備え、宮古島などの一部のレーダーサイトには、兵署から外国の軍隊が使用中の電波を防受、分析するための設備として、地上電波測定装置が併設され、稼働している。現に、 航空自衛隊の地上電波測定装置は大韓航空機撃墜事件の真相解明に活躍したことがある。アメリカのレーダーサイトはアメリカ空軍で運用している。科学山の空軍レーダーサイト。韓国軍の部隊の中で一番高いところにある。科学山の空軍レーダーサイトの入り口。韓国のレーダーサイトは空軍で運用してあり、陸軍。 海軍と警察でも一部を運用している。ありがとうございます。